菜園の例。フランス、ベルサイユ宮殿の王のポタージャー。フランス、ベルサイユ宮殿の女王のハムレット。共同ポタジェ・ポタジェ、またはジャルダン・ポタジェとは、家庭菜園を意味するフランス語であり、果樹、野菜、ハーブ、草花などを混植した実用と干渉の両目的を兼ね備えた庭である。家庭での消費を目的とした食用作物が栽培される菜園、または、 庭園の一部であり従って、本質的に実用的な機能があるが、同時に、この種のガーデニングは趣味、または情熱であり、身体的、または精神的に健康にも有益。最後に、装飾的な機能も持ち、動植物の生物多様性の維持にも貢献。ヨーロッパにおけるポタジェの歴史は古く、現在では、フランス、イギリスを中心に広く世界中で様々に形を、 変えたポタジェが見られる。収穫重視で、旧来型の畝を作り同じ品種を一列に植え付ける、タイプの素朴なイメージのイギリスのキッチンガーデンに、対して、より装飾的で干渉性の高いのが、ポタジュの特徴である。そのため、菜園とは言いながら、配色に留意したり、草丈で工程をつけ立体感を演出したり、あるいはベンチや、ガーデンチェアを置いたり、ラティスフェンスや敷石で装飾するなど、 各祝風が見られる。最近では、食物の安全性の問題の高まりとともに、有機栽培、無農薬栽培が注目を浴び、ガーデニングに取り入れるガーデナーが日本でも増えつつある。中世のフランスの修道院では自給自足の生活を送っていたが、そこで食用になる植物を栽培したのが、始まりと言われる。ポタジェの語源は、ポタージュであり、 ポタジェでスープを作るための野菜を栽培したことに由来する。その後、世界中から多くの果実や野菜がヨーロッパに持ち込まれるとともに、実用だけでなく見た目の美しさが重視されるようになり、荘園や上手の庭などに現在のポタジェの原型とも言えるスタイルが散見されるようになり、現在に至っている。果樹、野菜、ハーブ、草花などを混色するポタジェにおいては、 しばしば取り入れられる基本的な概念である。コンパニオンプランツとは一緒に植えることでお互いの生育にとってプラスとなる植物の総称である。例えばトマトとバジルを混色することでトマトの味が良くなるペチュニアを豆類と混色することで豆の生育が促される。あるいはナスタチウムやマリーゴールドによる防虫効果など様々な種類の菜園を分類できる。 当西園の設置と組織化は、些細なことではない。設計された試算、結果を最適化し、作業を促進。西園は、その地理的一致と気候に適応した種を有利に受け入れます。その環境も考慮すべき定員です。栽培植物の大部分は成長するのに十分な日光を必要とします。南、南東、または南西に面し、壁、家。 木々のカーテン、または堤防によって、北と北東が保護されている庭が常に好ましい。東、または北への露出は困難です。南東に向かう斜面はかなり好ましいが、北、または西に面した斜面はそうではありません。背の高い木や高い壁の影を自然に避けなければなりません。当初は古いデータン湿原、乾燥した沼地がよく適応しています。 牧草地やかつては深い芝生地は素晴らしいがしかし多くの多様な土壌は定期的な作業と有機物への重要な影響を及ぼし長期的には家庭菜園の良い土壌を作ることができる土壌分析を実施してそれを改善する肥育の種類を決定したりするほか特定の困難の原因ともなる菜園は様々な方法で配置できます形状がかなり規則的であれば 作業を容易にすることができます。例えば、野菜ボードは可能な限り東西軸で最大の寸法を持つことができます。ただし、傾斜した地形の場合、雨水によって生成される狩りを避けるために、最大寸法が斜面に垂直になるボードを作成することをお勧めし、斜面が急な場合はテラスを作成することを推奨。様々な種植栽、 およびメンテナンス作業の循環を促進するために、幅が1.30メートル未満の花壇を作ることが、好ましく、歩道で区切られたボードの床を踏みつけずに、すべての作業を実行する。歩道の一部は、手押し車が通過できる幅でこれらの通路はまた、異なる花壇のより良い、日光浴を可能にします。可能性の一つは、ティーンエイジャーのベッドをかなり南北に向けて平らにする。また、 高さのある菜園を設けることもできる。その一部は、車椅子ユーザーや曲げにくい人がアクセスできるほど高い、ものである。各ボードの間に配置するパスピードは、幅約40センチメートルです。ボードに与える長さは、プロットのサイズによって異なります。パスと、厚いはチョークでかき集めたり、スロットをつけたりすることができます。一部の野菜は地上。 または高さで数メートル以上成長するため植物の重なりや陰影を防ぐために庭の初期設計ではこの種の成長を予測する必要があります常に同じ場所で同じ種を育てて土地を疲れさせることを避け種または関連種の特定の病気や害虫を発症するリスクを減らすために作物を回転させることが重要以下の表は異なる種を創句時期と 種を植える時期、または移植する時期を示している。これは、フランスのパリボンチ用に作成されたカレンダーで、庭の場所が温暖、または寒冷気候の地域にある場合、収穫スケジュールを一数週間前、または後に移動する必要がある。菜園を中心に、様々な大会が開催されます。最も美しい野菜のコンテストは、様々な都市や様々な国で開催されます。フランスでは、 2001年以降、フランス国立園芸協会の野菜と果物の庭園部門によって、国立庭園庭園コンテストが開催され、商品は、次の5つのカテゴリーで最もふさわしい庭園に与えられる、家庭菜園、家族の庭、手入れの行き届いた環境にある菜園、庭、または教育、共有菜園。レテムポタジ、ダーイブレポタージュ、セア、 ディーレレイ・グーム・カッツ・ダウン・ポット・ジーン、マリエ・レスピナス・デジャール・ダン・ナトゥアル・アディションス・ジュリ・ワーク2009・ジーン、ミチェル・グラ、ジョデネ・トゥラ・ボラモン・アディションス・ウルマー2007、ISBN 9長7828億4138万2781、ベオ・コンニア・ニッチ、ハットセクション・ジョドン・パト・ジャース・ SNHF、ありがとうございます。